今日は森山物商から金本明さんにお越しいただいています。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。もう今日はゲストの方一様にいや混んでた本当にそうですね。私もすごく早めに出たつもりだったんですけど、はい、本当につもりで気がついたらギリギリでした。いやでも本当に仕方ないですよね、もうこればっかりはね。こればっかりは本当に。ただ車に乗ってるとイライラしますしますね本当に何が起こってるかわからないのでね。そうですね、ひょっとして事故とかね、ただ単に渋滞だった、本当にもうただ単に渋滞で、まあ何よりでした。でも本当に結構皆さんね、イライラされると思うんですが、まあ、冷静に冷静にね、はい、ゆっくりと、はい。さあ今日はですね、森山物商といいますと、実は会館が、総裁ホール天佑さん、はい、それから福山ではアンカハウス福山という、はい、会館をお持ちなんですが、イベントが行われるんですか？はい、ありがとうございます。ではまずちょっとご挨拶の方からさせていただきたいと思うんですが、はい、弊社が、独立起業いたしまして、皆様方のおかげをもちまして、今年度、今年25年目を迎えることができまして、 はい、でその先ほどご紹介いただいた総裁ホール天佑が節目の15年を迎えることができました。皆様方のおかげと本当に心から感謝申し上げます。ありがとうございます。はい、というくだりでイベントの方ですね、はい、はい、行わせていただくことに決定いたしました。比較的最近目ではあったんですが場所はどちらで、はい、神鍋町の総裁ホール天佑の方にて、日時の方が8月7日日曜日、午前9時30分から午後2時の予定にて行わせていただくよ。はい、はい、今内容はこう皆さんで考えてるんですね。はい、あれやこれやとどうやったら会員様や、福山の皆様に喜んでいただけるかと、はい、考えてる、作業の途中でございます。はい、はい、またお伝えしたいと思いますので、はい、皆さんぜひね、こういうイベントの時にね、行っていただいて、はい、なかなか葬儀のお話ってね、普段なかなかできないと思いますので、はい、こういうイベントの時に行ってね、気軽にこうお話を伺っていただければと思います。はい、お話と、そうですね、あとは感謝祭ということで、ちょっとお祭り的な部分も、はいはい、皆様に喜んでいただけるようにご準備させていただく予定でございますので、はいはい、ということで、またご案内してまいります。はい、さあ総裁会館っていう会館ができ始めてどのくらいになりますかね。はい、そうですね、まあ、ただ実際のところはまだその20年まで経たないくらいですよ。天佑さんがまあ15年ということで、そうですね、はい、結構早かったですよね。そうですね、弊社も本当に早い方で、福山でいうと本当に、3番目か、そうですね、5番目までには確実に入っているとは思うんですけれども、そのくらい比較的最近な話なんです。ですよね。でも、私も遠方でね、葬儀があった時に、はい、本当に便利だなと思いました。はい、そうですね、本当にまずそれまでっていうと、菩提寺のお寺様だったり、ご自宅だったり、集会所っていうところでですよね、はい、いろんな、やはりどういうんですかね、例えば駐車場の問題であったりとか、まあ、宿泊、そういう宿泊ですよね、問題であったりとかっていうのをすごくこう、まあ、クリアにといいますか、うん、便利な形で、話までになんですけども、もともとは事の始まりっていうのが九州の方の冠婚葬祭の会社が、はい、その結婚式場を建て替えたそうで、はい、でその、まあ、そのままになってた結婚式場をどうやって使おうかなと思った時に、うん、葬儀の会館で使ってみたらいいんじゃないかなっていうのがすごくこう便利で、はい、消費者の方に向けたっていうことで、もう本当に全国的にこう波及といいますか、最初はね、はい、お家から送るのが普通でしょっていう、そうですね、ね、考えでしたが、でもよく考えるとお部屋を片付けたりとかも本当に大変ですよね。はい、
もう本当にそうです。最近の住宅事情っていうんですかね、マンションの方や比較的部屋が昔はどういうんですかね、和室で、襖をこう外せば8畳間が2つあったりとかっていうようなお家が多かったんですが、今はもう完全に仕切ってドアになってるようなお宅で、そういうこうその場だけでその広げてっていうのも難しくなってきて、そういった意味でも、まあ、総裁会館でしたら椅子席ですし、あとは階層の方ってほとんど外にいらっしゃったのも、もうほぼですね、皆様方に式場の中に入っていただいて、ね、うん、お参列いただけるっていうものすごくメリットが、そうですよね、はい、ございますね。外で暑い時寒い時大変ですね。そうですね、我慢大会じゃないんですけど、毎年そうですね、やはりお一人かお二人はやっぱりちょっと具合を悪くされて、ご葬儀の最中に救急車が来たりっていう経験もございまして、今まで。でもそういう葬祭ホールに、まあ、勤めてらっしゃる、ね、はい、金本さんなんかも、はい、いつ電話がかかってくるかわからないっていうところもありますよね。そうですね、本当にそこに関しては会社としては一応当番制で24時間365日、はい、6日にはなってはいるんですけれども、中にはどういうんですかね、以前こうお手伝いさせていただいたお家の方から直接っていうケースもあったりとかするんで、そういう意味ではその、まあ、弊社の場合だったら一応そういう声が直接入ればもうそれはもうその当番とかじゃなくって、ご当家の方がご安心いただける当の本人が伺ってお話しさせていただくという形は取ってますので、あまりと言いますかこの仕事についてから一番こう最初に思ったのが、よく皆さんの祝日ありますよね、はい、お盆とか正月とか、はい、もうなくなってしまえばいいのにって今だから言えますけど本当に思ってたことありました。そうですよね、みんなお休みなのになんで、はい、っていうね。そうですね、さらにこう家庭を持ってる方が優先でしょやっぱりですよね。まあ、今でこそ私も家庭持って、はい、ありがたいことで優先させていただける年齢にはなってはきたんですが、はい、もう若い頃はそういう時期ってあ僕でしょっていうですねなるほど了解ですみたいなんですよねそうですよね、はい、だって皆さん普通に家庭とか持ってますし、若い時は遊びにも行きたいし、ね、デートもしなきゃいけないし、予定が立ちませんよ ね、 こればっかりはね。そうですね、そうです、そうです、もうそういう頃も、ただやっぱりこう忘れてはいけないのは、その場ではやっぱりそのタイミング的にわーって思ったとしても、でも一番困ってらっしゃるのはお家の方だから。そうですよね、うん、やっぱりその自分の感情の部分よりも相手に、やっぱりこの仕事で一番大切なのはどこまで精神誠意、まあ、悲しい部分に寄り添って尽くしてあげられるとまで言ったらちょっと言葉が大きいかもしれないですけど、うん、そういう部分っていう、 こう気持ちっていうのは大切に持っておきたいな。いや本当はい、人間おぎゃーと生まれてから、はい、そして亡くなるって一番大きな人生の中でのね、そうですね、大きな大きなイベントですよね。本当にそういう意味では私たちっていうのはなんていうんでしょう、お手伝いさせていただく立場ではありながら常にその、まあ、ご当家の方、その亡くなった方の今までのその生き様とか人間模様って少なからず出てくるものだと思ってますんで、それに触れさせていただいたりとか考えさせていただくっていうのはもうすごくこう勉強させていただいてるなって、はい、思う部分はございますね。でもそういう気持ちで接していただけるっていうのはやはりありがたいことですよね。私も若くして父母おじいちゃんおばあちゃん送ってますから、もうなんかね、たくさん葬儀っていうか送ってるので、私なんかもういつもなんかこう、私いつあっち側に行くかなっていう、総裁会議館の前とか通ると、こう名前とかが出てるとね、いつか私の名前もあそこに書かれるのかなとかね。だからやっぱり、こう死ぬっていうことは今を生きるってことにつながるの で、 でも本当におっしゃられる通りだと思います。あるお寺様の言葉に納得したことがあるんですが、結局その実際いろんなご供養があっても、うん、これは目に見えないものばっかりじゃないですか、はい、でも一つだけ分かってるのは、先ほど島田さんがおっしゃった、うん、自分もいつかは、まあ、そのあちら側に行く、はい、人間、うん、じゃあ何ができるか、一番もしかしたら大切なのは自分のことを大切にするっていうことじゃないでしょうかっていうふうにおっしゃった方がいらっしゃって、なるほどなって、ね、
あとエンディングノートも書いとかなきゃなとかね。あれは本当にあるのじゃないのじゃ全然違います よね、はい、またそのお話などもねしていただきたいと思います。森山仏匠さん、8月の7日にイベントが行われるということで、はい、また内容など決まりましたらご紹介させていただきます。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。